ワンパッキーこれ、1枚なんだね。2枚だと思ってた。ということは結構高級なカードじゃない？ 1 枚100円ってことでしょ？これ100均で売ってたんだよね、100均で。100均でしんちゃんのカードあると思って買ったんだよね。で、ワンパッキーね、結構分厚いし、2枚入ってんのかなと思ってたんだけど、よくよく見たらね、ワンパック1枚入りなの。1枚100円で高くない？結構。クリオンしんちゃんトレーディングカードコレクションクリアっていう。シリーズで、全部でね、枚数、ラインナップが28種もあるんだよね。アクション仮面あるっしょ、俺の大好きな。ハイグレ魔王はないと思うけど、アクション仮面があると思ってね、全種コンプしようと思って、ゲットしてきたんだけど、1枚100円か、すごい高級だね、このカード。めちゃめちゃ楽しみだ。それでは、早速、開封して見ていきましょうか。1枚100円の高級、クリオンしんちゃんカード。1枚100円だぜ。高いよね。1枚100円。さて、一発目何が出るか。アクション仮面出てくれ。まあ、いるかどうか、正確には分かんないんだけどね。全部、ラインナップ分かんないからさ、全種何があるのか。ボーちゃんだ！名前入りかな？ああ！ないね。伊賀ボー太郎って書いて。ボーちゃんの本名知りたい。ナンバー9だ。ナンバー入りだね。ボーちゃん、一発目ボーちゃん。クリアカード、あ、そうか、クリアだからこういう感じの、クリアカードだ。スリーブしなきゃね、ちゃんとね。これすぐ傷つくから、もう手に入れたら速攻スリーブしないとね、スリーブ。すぐ傷つくんだよ、こういうプラカードって。前のパックマンのやつも集めてたんだけどさ、ま、いや、あれ一回しか動画撮ってないかも。その後ね、開幕ってコンプしたんだけどさ、もうすぐスリーブしないと、あれ傷つくから、ああいうカード、こういうカードね、こういう。暇だ！かわいい！暇のカード！これ1枚100円か！高くね？これ1枚100円って。これ2枚入りで良くない？ 2 枚入りで100円だったら、すごいいい商品。ただ1枚100円は高いわ。これ、高く、なんで1枚100円なんだろうね、これ。2枚で100円で良くない？こういうペライクリアカードだったらね。出したら、あ、まあ、でも、ペライって言ってもまあ、透き通ってるからペラく見えるだけで結構分厚いけどね。持った感じは、パッケージ、特にね、この、パッケ越しで持ったら太く感じる。だから2枚入ってると思ったんだよね。よくよく見たら1枚なんだこれと思って。いやでもコンプ目指したくなるよね。これ新商品かな？100均で初めて見たからさ、ほんとしおりのやつ買いに行ったんだけどさ、ブックマーカー、あれなくなってたんだよね。いや、まだ発行し出してないのに、発行し、また探さなきゃ。でも代わりにこのカード見つけたからよかったけどね。でも1枚、あげお先生マジでか、あげお先生いんの？まあ、マイナーキャラでもないか。もう準レギュラーっつうか、まあ、レギュラーだもんね。途中から参戦してね、あげお先生ね。メガネ取ったら性格変わるっていうのが面白いよね。ランチさんみたいで、ね、くしゃみしたらですね、金髪だって。性格変わるキャラって面白いよね。りょうとのさ、こち亀のさ、ホンダとかさ、性格が変わるキャラってめちゃめちゃ面白い。で、アクション、でも、あげお先生いるのにアクション仮面いないってことはない。絶対いる。アクション仮面 100% いるぞ。絶対出すしかない。え、これみんな、買ったこれ 100均で。買った人いるかな？アクション画面出た人いる？いたらコメントで教えてほしいんだけど。いるか？お、ボーちゃんが取った！焦った佐藤正夫だ！正夫くん。この前のさ、しんちゃんのさ、正夫くんの漫画の回面白かったよね。ボーちゃんめっちゃうまいのね。ボーちゃんめちゃめちゃうめえんだよ。ボーちゃん、前さ、正夫くん、吹雪丸書いてなかったっけ？吹雪丸のさ、あれやめちゃったんかな？もうオリジナルに走ってんのかな？確かね、吹雪丸書いてる回あったような気がするんだよね。なんか先生に店に行くみたいなさ、漫画家の。あったよね。かなりまあ、すげえ前だけど、もう10年以上前かな。すげえ前で、さ、マサオくんね。まだマサオくんの漫画の設定生きてて嬉しかったマサオくん。で、さて、今回はこれで最後だからね。アクション仮面が出るかどうか。アクション仮面頼む！アクション仮面、正義の仮面、ウェイ！おー、惜しい！ミミコくんだ！ミミコくんだ！惜しか、え、マジで惜しくない？ということは、アクション仮面確定。もうミミコくんがいて、アクション仮面がいないわけねえじゃねえかと。これでいなかったら切れるよ。前のさ、隅っこ暮らしのチョコエッグみたいにさ、犬いないんかいっていうね。子犬いるのに犬いないかいってあんな感じになるよね。ミミコくんいんのに、ゴーさんがいないのかいってね。ゴー太郎。ゴー太郎ってさ、あれかな？
南光太郎から撮ってるのかな、もしかして。いや違うか、さすがに光太郎。いやアクション仮面出なかったか。でもこれでいるっていうことが分かったので、次回ねアクション仮面を出して、え、まあコンプするまで、あ、今回一枚も変わってない、ラッキー。これもコンプ目指してね。あとグミの方も買わなきゃいけないんだけどさ、なくなっちゃってさ、ブックマークの方も。やばいな、中途半端で終わらせたくないな。新ちゃんグッズは全部コンプしたいから、頑張ってね、また探してコンプリート目指してね、頑張っていくわ。うん、とりあえずね、買い続ければいつかコンプできると思うから。これガムとかも入ってないんだもんね、ほんとカードだけだわ。カードだけで100円、高くない？ちょっと2枚で100円にしてほしくない？2枚で100円、2枚で100円にしてよ、これマジで。これ1枚100円は高いでしょ、どう考えても。100円、ちょっとお金出したジュース買えるんだぜこれ。まあすっごいね、クオリティ高いさ、カードならいいけど、ただのこれクリアカードだ、だからね、そこまでクオリティ高くないっていうか、普通のカードだから1枚100円はちょっと高い気がするけど、まあちょっとしんちゃん好きだから集めていきましょう。それではまた次回、次の開封動画で、次回こそはね、アクション、あとカンタムもいるだろうな、カンタム。楽しい。映画コレクションもやったしね。ハイグリ魔王編とかさ、ハイグリ魔王がいる。しかも箱式だ。おぉ！絶対欲しいわ。